ママとパパ、お兄さん、お姉さん、お隣さんもおはー、うすあ、うす。空手のみんななんかピョンピョンってハテナが見えてるよ、分かってるよ。この時が止まるのが怖すぎる。はいはい、じゃあですね、はい、いよいよですね、はい、まあリベンジですよね。来ました、うん、本当に去年は悔しい思いをしたから。そうだね、うん、こちらね、はい、オハウス、オハウス、オハオハウスはやらんのかな。こちらの方ね、はい、サンランセット、うん、割り出していこうと思います。わかりました、はい、では早速オハウスエボシヒナカブトのリベンジ割り出しやっていきたいと思います。それではレッツゴー、やるよ。はい、じゃあね、はい、やっていきましょう。でね、オハウス君ね、うん、1ヶ月ごとにセットを組み直してまして、うん、はい、で最初のセットがもう11月ぐらいのやつなんで、うん、3ヶ月ぐらい経ってるのと、うん、でその下のやつが2ヶ月ぐらい経ってるということでね、うん、なるほど、割り出していきましょうか。はい、じゃあまず11月の終わりぐらいの子から出して、うん、そうですね、さすがに成虫になってるだろう、あ、成虫じゃない、幼虫になってるだろうと、びっくりしたよ、卵じゃなくてね。汗中じゃない、汗中じゃない、汗中じゃない、さすがにね、さすがに幼虫でしょう、3ヶ月経ってればですよね、うん、いるかな、見えないんだけど怖い、怖い、いや本当去年ね辛かったんだよ、卵は見えども、そう全部溶けたね、そうなんです、うん、悔しかったな、何がいかんかったんだろうってすごいいろいろ考えたな、あの時。で、今年のリベンジですね。そうですね。リベンジ成功なるか、めっちゃ気になる。うん、いきますよ。行きましょう。はい。レディー、ゴー！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 あ、いる！ん？いる！いる！いる！さっき覗いた時見えなかったのに。いた！ねえ、いた！やった！こっちの方にも見えたんだよね。こっちの方にも見えたんだよね。今葉っぱたになっちゃった。やったやった、幼虫見えてる。いた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 。マジ？ちょっとじゃあケース入れじゃん、これ。いますよ。うん、やったじゃん。やりましたね。リベンジ大成功。よかった。めちゃくちゃ嬉しい。ね。うん。だぜ、すごい水羊羹、透明感あふれてる。すごい水羊羹というパワーワードですね。クラコフよりなんかすごい透明度がやばい、わかる、この透明度、このなんかもう俺頭を透き通っちゃってるよ、ほら、ね、うん、うまい、透き通りすぎてて、やばいですか、ね、こっちにもいるって言ってた、そうそうそう、あ、こっちにもいる、もしかしてバッツのおっさんですか、あ、ちっちゃい、まだ、え、11月の割にはめっちゃちっちゃいね、うん、そうそう、ちょっとね、うん、小映えが発生してしまってね、うん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 、ここにもいるか、いやすごいじゃん、一旦この子、ここにもいる、あ、ほんとだ、ここにもいる、ちょっと私に探させて。わかるけどさ、いや、こっちから見える場合ってそっちから見えないでしょ、見えない見えない、わお、いいじゃん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 、待ってこうかな、待ってこうか、そろそろね、あ、痛い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 、待ったらいないパターン、待ったらいないパターン、よく経験したよね、え、まだなんか孵化したばっかりになるみたいな、なんか長いんじゃない、卵期間が、あ、いた、いいじゃんいいじゃん、うん、ちょっと動かすたびにいる、
だ糸はこの子はまあ大きいけど、ね、頭が全然さっきのちっちゃい、うん、レスティンかな、加齢してないかもしれない、ま、あ、そういうことね、うん、あ、いた、あ、ここにもいた、うん、そう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 、おーおーおー、めっちゃ綺麗この幼虫、ほんとおハウスティン、いいね、いいじゃん、いいじゃん、いい、ほんとに、よかった、あ、いた、ちっちゃ、ちっちゃいね、もっともう大きいのがゴロゴロ出てくると思ったら、もうイボイボしてる感じの、イボイボはせんじゃない、あ、せんのか、せんのかい、あ、せんのかいってすんのかい、せんのかい、せんのかい、イボイボせんのか、終わったか、いや、そんなことないよね、多分こっち側がまだ、終わった、ちっちゃいからちょっと見えにくいんだけど、もっといる予定だ、あれ、うん、なんかもっと、あ、いた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 、よし、いましたよ、なんかさ、うん、気づいたら普通によっこらしょって言ってる自分がいてびっくりした4回カブトババ今さ、別によっこらしょほど使うこともないのさ、って言っててびっくりしたよね、今、何よ、妖怪カブトババおっそおっそ一旦自分のことをしっかり、自分の言うことをしっかり言おうみたいな感じ、いや、後から降ってきた私結構きついこと言われてもね、後々から来るパターンだから、そういうこと、ね、そうそうそう、その時はね、ふんって流すのよ、おっそそして引きずるタイプなんだ、それなそういうタイプ、いやけどよかった、おハウスねー、ほんとだよ、去年と今年と何を変えたんだ、温度ですね、やっぱりそうですよね、うん、そこだよね、温度ですね、完全にだいぶ低めにしたんですか、低めにしましたね、なるほど、ワインセラーに入れましたか、入れてない、ブリードルームの中で、うん、結構涼しいエリアがあるんですよ、ありますね、涼しいというか、はい、もう寒いぐらいのエリア、うんうんうん、そこですね、なるほどね、大体17、8、うん、くらいのところですね、そう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 、他のところはね、23度とか、うん、そうそうそう、あれだもん、だいぶ違うよね、それに比べると、うん、8度ぐらい違ってくると、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー、はい、続いてね、はい、まあ、さっきのはあれぐらいでしたね、そのまんま、うんうん、まあね、ちょっとわからんね、てか11月の終わりであれだから、うん、まだ1月だもんね、それでも2ヶ月、うん、うん、ちょうど2ヶ月ならんぐらいだから、うん、まだちっちゃいかもしれない、まあ一応開けてみよう、はい、出てきたらどうしよう、何も感じないけど何の手応えも感じないけど、あ、いた、いた、ちっちゃい、いた、いた、めちゃめちゃちっちゃい、
そうでしょうね。でしょうね。うん。うわ。潰れそう。見たじゃん、こっちも。ね。うん。全然なんか引き込んでる感じがないね。ね。うん。けど板。うん、板。普通になんかマットの辺、マットら辺から。これ見て出てきたね。丸めた感ある気がするんだけど。もう一丸めじゃない？そこ引き込んでるね。ね。開けるの怖いんだけど、卵が出てきそうで。あ、これもほら。出てきた。卵。うん。怖い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 。お化け出てきた。ああ、卵。幼虫もいるぞ。嘘。あ、本当だ。うん、どうしようどうしよう。じゃ卵はもう戻そう、うん、後で。うん。ここね。2ヶ月だとこんなもんなんだね。もっと置かなきゃいけないんだね。うん。やっぱりちょっと寒いところに置いてるからかな。ああ、そうかもしれんね。うん。セーランでしょう。そうだね、幼虫になってるもんね。ほら、マットに戻しとけば。本当卵だ。結構産んでるよ。産んでる。そんだけ膨らんでれば多分大丈夫だと思うよ。本当？うん。幼虫いた。もう卵のような幼虫。ほら。本当だね。お気づきになったかもしれないですけど、はい、この2セット目から3ランセットの方法を変えてるんですよ。だよね。そう、全然水苔の感じが違う。そうなんですね、うん、水苔めっちゃ減らしましたね。めっちゃ減らした、うん、そう。なんでその、まあ、1セット目から2セット目に移行するタイミングでね、うん、ちょっとね、うん、このリコメデスは、うん、マットでいいんじゃない。なるほど。マットを若干検証の、そういいんじゃないかっていう話になりまして、うん、お知り合いとですね、はあ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 、仲間と、うん、そうなんで変えてるんですよこれちょっと。なるほどね。じゃあなんか全然違うやんって。 あった、うん、全然産んでるよね、うん、こうしてみると産んでる産んでる普通に産んでる。だからこうやって引き込んでるのもあるけど、うん、普通にマットでもなんかこういうとこから出てくるよ感じはあるよね。うん、なんかいつもなら出てこないような感じ。ほら出てきた。うん、うん、でしょ、うん、マット産みするね。するね、ほんとだね、うん、お、いた。幼虫だね。孵化したってって感じ。結構産んでるよね。結構産んでる。マットでいけるんだ。水苔なしでもいけるってこと？それはわかんない。いや、だってそれ自体水苔周りにないじゃん。うん、まあまあ、だからマットでいけるんだってことだよね、うん。こういう風に丸まることもある。さっきみたいにさ、うん、あの水苔の中から出てくる場合もあるけど、うん、これは引き込んでるから、うん、なんだろうね、引き込む時とそうじゃない時が、うん、なんか好みそれは聞いてくれメスにそうなんですね。あった。その小吹きって呼ばれる、うん、縦図の、いや、バックレーだとか、うんうんうん、オハウスとか、うん、ブルメイスターとか、うん、この辺は、うん、結構マット海でいけるんじゃねえかなっていう、うん、ただこのマットはちょっとね、うん、アレンジしてあります。あ、そうなんだ、うん、普通 の, かあのじゃないんだ。ちょっと反応が良くなるよっていう感じでね。そこはちょっとまだ秘密なんで。それはちょっと秘密でございます。あ、なるほどね、うん、そう、ワイルドで検証 しちゃったっていう ね本当だよよくもやったなワイルドだぞワイルド
ワイルドだな、ワイルドだろ本当だよ。でもうお母さんは他界されたんですか？いや、3セット目に行ってますよ。すごいじゃん、うん、今回すごいじゃん、もう去年の怨念をみたいな去年の怨念って何去年の悔しさをね、そう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 、晴らすかのようにね、それそれ、うん、恨み晴らすでまいか、うん、なんだっけ、晴らさずでまいか、うん、晴らさずでまいか、それさ、ジャマイカうん、去年のね、うん、なんか喋りたかったんだよね、ごめんね、それ言ってジャマイカでジャマイカテテテリリリリテリリリテテテリテテテテテテテ出てきそうじゃない、めっちゃほら出てきそう、テテテリテテテテテテテリリテリリ、限度、あ、出た出た出た、本当に出たですごくない今のタイミング、電かと思ったらテレレテレレウンで出たよ、めっちゃ膨らんでるからもう大丈夫そうだな、本当に、なんか産みたてのさ、うん、あの縦長の状態、あ、はいはいはい、の卵は、うん、怖いね、なんかね、うん、割り出しちゃうと全然孵化率下がる感じがするんだよね、あれさ、なんか浸透圧みたいな、なんかさ、あれがまだやってる最中なんだよね、きっと多分、イメージ。わかんない。ごめんね、勝手な勝手なあの妄想なんだけどね。多分なんかまだこういう圧の感じがそのままじゃないとまずいのかなって思う。きっちり膨らんでくると、うん、孵化率良さそうな気がする。うん。うん、ないんかい、うん。なかった。嘘でしょ。なかったね。じゃあちょっと卵を数えてみようか。ヨネション TV 割り出し終了。ドゥルルルいや結構いましたね。結構いた。うん。うん、どうなの数は。数？卵がこんな感じ。1,2,3,4 の3の資産。12食べたね、卵12あったね、そうだね、もうなんかもはやこの子は幼虫になりますって感じだけど、うん、うん、けど2ヶ月経ってもまだ卵なんだね、本当だね、うん、ブラシロイな勢いだねもっとか、うん、うん、で幼虫さんが1,2,3見せてよ、あ、ごめん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 、あれここいない、入れ忘れたかもそれはぬか喜び、ぬか喜び、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 いる、おお、うん、17出す12は肉ピクピクピクみたいな筋肉ルーレット、筋肉ルーレット、そう、29いいじゃないですか、すごいじゃん、うん、去年のゼロからね、うん、うん、やりましたよ、よかった、はい、嬉しい、なんでまだまだセットは組んでますのでね、そうですね、うん、もっと増えてくれるといいなですね、はい、はい、ヨネちゃん TV、 いや、よかったね、本当に本当によかった、うん、だからやっぱ温度結構大きいのかもしれないね、うん、大きいね、うん、うん、まあ去年の失敗はこれで失敗じゃなくなったということで、そうだね、うん、経験となったね、そう、うん、あと卵期間がめちゃくちゃ長いのにびっくりしたね、うん、幼虫もなんか大きくなるのが、うん、だからもっと置いてもいいなっていうことも分かったね、うん、あとあれだね、マットでも産むと、そうだね、いう実験に、うん、勝手にねそう成功しましたので、あ、なんとなく コツをつかんだかな、そうだね、うん、1個目です、うんうん、オフハウスじゃなくてブックオフオフハウスみたいな間違えちゃったオハウスエボシヒナカブトちゃんのね、もう何やってもダメ
もうオフハウスしか入ってこない。オフハウス。いや、よかったです。よかった。リベンジといろんな発見があって。うん、そうですね。はい。また幼虫から成虫になるまでね、楽しみにして育てていきたいと思います。そうですね。頑張りましょう。はい。じゃあ今日はこんな感じで。はい。はい、おしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックで米ちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってます。そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。よかった。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。